こんばんは、ソカジの久保です。今回もね、レポートが寄せられています。熟成参加のレポートです。4月20日にソカ塾に入塾して、そしてね、最初の1週間の売り上げを自主的に連絡してくださいました。今回ね、レポートさせていただく方の他に、あとお二人届いてるんですけども、今回はお一人のだけ紹介しておきますね。入塾してからまず椎の木康晴さんの自己アフィリエイトに取り組みました。売上結果は A8 ネットが35,000円、 AFB が9614円、合計44614円でした。入塾して1週間の売上です。よろしいですかね。上記以外にもまだ未確定報酬に計上されてない案件があるので、もう少し売上が増えていくのかなと思っております。はい、あと1日2日見てください。増えてるんじゃないですかね。AFB で購入した商品があるということですよね。はい、メルカリもやっていくということですよね。メルカリも未経験なので、これからアカウントを作っていきますということですね。以上失礼しました。遅くなりましたが、入塾してから1週間の結果報告です。ありがとうございました。こんな感じでね、入塾して、やることをやればきちんと売り上げは取ることができますし、その売り上げをさらに広げていくこともできるのが速稼塾です。そういった形で、2013年からね、しっかりと7年間やってまいりまして、もうすぐ8年になるかなってことでございます。やっぱりね、手前味噌なんですけども、実績がなければ続けていきませんし、実績がないものを私は実績があるように見せていくことに7年間もね、時間費やしてられないですし、なんせね、塾生さんが多いんで、私がね、インチキやったらすぐにバレるわけですよ。で、そういうことも込みでね、7年っていうのが続けられたのは、塾生さんのおかげだなと思っております。本当にありがとうございます。それでは本日はですね、今回、4月20日に入塾した M さんのレポートを読ませていただいて、あとね、お二人、女性の方がいらっしゃいます。確かね、50代の女性の方と、あともう一人はね、まあ、なんていう、これ言って大丈夫かな。水商売といいますか、性風俗店にお勤めの方が私の速稼塾に入塾してくださって、その方のレポートもあります。結構ね、なかなか面白いレポートになってます。文才あるなと思いましたね。はい、お楽しみに。それでは失礼します。